キルト星型ができる十折りを簡単にたくさん作る方法です。まず基本の十折りをします。君へ雁木の十折りで検索して正確な十折りを作ってください。これが型紙になります。色紙を三角に折ったら角の部分に型紙を合わせます。そして真ん中を合わせて斜めに折ります。もう一度折ります。これで型紙を外して裏返しにして折れば十折りの出来上がりです。合わせる方は右でも左でも構いません。やりやすい方でしてください。基本の十折りは9回折ります。この方法を使うと4回で十折りができます。しかも余分な折り目がつきません。たくさん作るのに向いています。斜めに切り落とせば星型が出来上がります。たくさんできますのでいろいろな切り方を工夫してみてください。